お疲れちゃんです。ラットです。そしてはいどうも、テコトです。そしてはいどうも、カカゲ。よいしょ。はい、今日ですね、もうね、今環境変わっていろいろね、なんだろう、変化が起こります、起きましたで、今日使っていこうと思うのははい、こちらになります。久しぶりですね。ちょっと最近ミラーを使うっていうのをちょっとサボってたんですけど、久しぶりにね、使っていこうかなと思います。2と3しかないんですけど、このウォールブレイカーが2個吸いになりましたね。まあ使った感じは、弱くはないかなって。で、まあめっちゃ強いと思ってたけど、まあまあ強いぐらいかなって感じですよ。これね、一応触ってもグラチェね、6勝前半まで来てます。ハゲチバーゲン。そう、もうバルーンはね、トルネトルネ。で、30子はトルネトルネ、トルネウッドウッド。で、ラバーはね、もうプリンセス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 。やっと好き感じですね。はい、なんでね。はい。もう何でも買ってますね、今んとこ。いきたいと思います。これ、クロスにね、前まで分かったんですよ、施設。はい。なんですけど、そのウォールブレイカーを端前出すだけで、正直、迫撃が壊れたりとかするんで、施設にもね、ちょっと戦えるようになっちゃいましたね。マジアチャもね、いけます。もう、プリンとウッドぐらいで締めます、子。何言ってんだ、こいつ。グラロやったことありますかっていう話。さあ。なんか強そうな人来ちゃいましたね。よろしく。で、もうね、始まった瞬間に8枚ウォールブレイカーしたいですね。はいはい。相手が何もしないと、2発入りますね。2発も入っちゃうんで、それだけで800ダメージ。まあなんですけど、スペルはね、なんか打たれるだけで、止まっちゃうっていうのがね、ウォールブレイカーのちょい弱みかな。まあ、ザップとかだけで。アゴアコヤゲがいっていうね、自慢じゃ、はい。というわけで、まあ、相手の出来は分かんねえんだよな。メガゴ好き。これ、チンクロスからだったら泣きたいですけどね、正直ね。説に強いんでしょ。強いんでしょ。おお、これでね、ウッドをね、裂いてくれてすごい美味しいんですけど。おお、まさかのロイトリぽいな。これちょっと暇なんで、ウッド裂きつつ、ウッド裂きましたね、これ。でも、まあ、施設があるから、と思うけど、あ、また。あれか、身が初心者なんじゃないですか、もしかして。そういう削り？聞いて聞いて。俺今ウォールブレイカー飛ばしたよね。ディガーから飛ばしたからか。ディガーのミガーになってる。初めて使った人になっちゃってるじゃん。ディガー初心ミガ台。まあ、ね、そこでもありますね。大体ベビーメガトリトンのオーブン。オーブンだ、そうですね。サンドイッチしてたな。ディガーサンドイッチ。ちょっとね。遅いなけメガが。これでも右側許容しつつ、OK。で、オーブンは正直だるいんですけど、プリンセスで処理してもいいし、まあ、ウォールブレイカーでね、こうやって処理してもいいんじゃないかなと思います。これも無視。オッケー。一発ね、ちょっと痛えんだ。これが痛えんだ。ロイ来ちゃうよ、お前。ロイ来ないんですよ。来ない。相手もね、お前のデッキなんだよって思ってるんで、今様子見てますね、相手。で、こういうところでちょっとね、来そうですね。左から打ってほしいな。オッケー。で、ベビーがきつく分かっても大丈夫？ね、きついなんてものはないんだよ。きつくないと思えばいい。これで、ね、プリンセス延命します。かっこいい。どうした？かっこいいようなこと言ってるけど、そんなこともねって。これね、縦がないんですよね、このデッキ。なんですけど、正直関係ないですね。めっちゃかっこいいやん。そう、オーブンね、別に無理に壊さなくてもいいんですよ。本当に焦る必要はないです。逆にこんな、このガチテンプレに勝てたら、すごくねって話なんですよ、言ったらね。ネタなんですか？これ本気じゃないか。いや、本気だよ。お、本気デッキですよ、このデッキは。本気で強いやすいんでね。うん、よいしょ。何笑ってんだよ。いやー、でも逆回プリンがいい。これね、マジでね、早く溶かしたいですね、これ。いてててて、いてててて、いてててて、いてて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 。でも、ずっとディガーで削ってるんでね。本当がウォールブレイカーいるのですか、ボットになっちゃってるんですけど、これね、タイミングで今、僕は伺ってます。お、逆回に行くか。で、これ無視すると、オッケー、来た。いきます。てぃ。あ、ウッドが出た、処理できないか。イエス。ガムシ来た。ガムシ来た。でもこれもう一回取りになるんだよね、僕。プリンが、プリントルネ、そう、プリントルネがね、ちょっと強いんです。トルネ2回やがってね。よいしょ。あ、痛い。俺の大事なプリン。あ、プリンだけは残さないといけないですね、この時使う上の条件。オッケー。で、はいはいはい。まあ、今行くと、あれが来ますね、そう、オーブン。これディガーで削りたい。お前、焦るなって。ああ、もうウォールブレイカー。オッケー、でも、これ、こうし、これでウッドで多分完封できる。はい、いきました。からの、聞いてください。こっからディガーパーティーします。ディガー。施設があるとね。お、確かに。施設がね、ちょっとね。そのためのゴブリンですか？よいしょ。いや、全然そんなこともないんですけど。ディガーがでもすごい早い。ちゃうんすよね、やっぱ僕ぐらいになっちゃうと。おー、なるほどね。メカじゃないと。
本当に強いのかと。困ってんじゃん、ちょっと勝っちゃって負けろよみたいな感じ出してさ。いや、そんな思ってない。思ってないな、ね、しかも、トロフィー7000、おお、10ゴッドぐらい高い。俺がコタと一緒ぐらいっていうネタをしようとしたら、いや10ゴッドと張ってるぐらいですね。ね、うーん、あのこれもう本当は好きでやってたんですけど、なぜゴブリンにしたかっていうと、やっぱジャイとかが当たった時に、はい、そのザップだけ打たれてね、そのあとはウォールブレイクを打っと一緒にされて、はいはいはい、そ の, かかた、あのジャイを溶かせないっていうゴーレムとかなんで、だいたいここら辺のスタンプがあるから、そういうやつ用にですね。これちょっと下手でしたね。相手はベビーファイボ、ベビーファイボですね。ベビーファイボとは、ベビーファイボとはラバぐらいかな。ラバだったら、あ、まあ、ラバクロとかじゃなく、ラバクロとかの方が相性いいですね。クリームゲーム、あと施設があるとめんどくさいですね、個人的。おー、コンテクトスニッケ、お、これでも入る、はい、多分コスト、あは出た、これですね。ゴボリがあるとこうなるのが、そのちょっと辛いですね。雪玉咲いたばっかなんで、このコウモリが最強で、こっちにコトンプリンセスにユニット咲かして、コウモリちょっと、スペルきついと思う、あのコストがきついと思うんで、この間に攻めて、まあ、ギリギリベビトラかな。おお、入っていく、いい。でここに5咲いたら咲いたで、またね、ウォールブレーカーが通ると。で雪玉ファイブだったんで、このゴブリンがちょっと嫌だと思うんですよ。でしかも縦線を裂いて回ってないと思うので、今ディガーゴブリンをすると、まあベビドラかな、ベビドラでも防衛かな。だからラバを出す瞬間ぐらいにっていうか、こう両サイ、多分ラバは本気で攻められたら1個守れないので、はいはい、こんな感じで両サイ攻めたいですね。いいベビが、これ多分一発入りますね。優秀なやつがいっています。でベビは無理して、ね、守らずダメージ供与しつつカウンターつなげたらいいなと思います。なんで竹取ってからコウモリ出して、もうコウモリを読み動きましたね。オシャですね。でここでもう追加しますね。これだけで多分結構いいからのウォールブレイカー、相手プリンセスも処理しないといけないし、やっぱ2コスなんでね、もう2コス足前っぽいって出せちゃいますね。これが800、やばい、強くね、結構真面目にそう。あ、なんでそこで溜まるの、え、うーん、まあまあまあ、私運でいいじゃん、運で。なんでやってるべきは認めちゃいけないんだよ、世間的に。そう、みんながね、え、これ強くねえって使ってか、ほら、でみんなが、ほら、みんながちゃんと平等に使えるデッキじゃないといけないね。使える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 でしょ、使えるのか、使える使える、本当に、うん、安いんでね、うん、みんな使ってみてください、マジ。使ってください。ちょっと大変なんですけどね、一つ。負けたら全部やってませんで。低評価お願いします。違う違う違う。低評価しかなくなるじゃん、そう言っちゃうとさ。おや、みんなじゃ勝てないと。言っちゃってるぞ。そら、ね。そういうこともありますから。ニコスは、これニコスってやばいっすかね。そう、相手もね、ラバ出す余裕がないっすね。しかも、聞いてください。僕のミラーは、はい、あれ、色違いが出るんですよ。ウォールブレイカー。あ、ウォールブレイカー。スターポイントないか。そう、スターポイント振ってないんですけど、ミラーにね振ってるんで、このミラーを使った時に違うね、うわー、こいつかっこいいっていうね、この楽しさなんで、ぜひね、このデッキ使う際はこのミラーをね、こう仕上げちゃうと。えが、もうか、逆にウォールブレイカーもやっちゃうと、まあ、全部激しい、全部カラフル、カラフル、それがミラーがけの方がいい。まあ、それは個人の自由。おー、個人の自由。もう投げるね。すごくないでも。確かに。だってテンゴットが真面目にジャイ使っても12勝って大変じゃん。うん、確かにな。ぐさ。確かにな。あ、これやばい、忘れてた。これ初手、これマジでやると相手焦るんでやった方がいいです。ああ、冷静だな。まあな。まあここはウッドかかけプリン。ゴブリンもね、プリンも生きる。ウッド枯渇ですね、言ったら。なんでここはね、端前でゴブリンチクチクさせます。あーちゃー、おー、ね、クワクワか来ちゃったよ、来ちゃったよ、もう、まあ、もうラスボスね、かけるけいけ還元、ウォールブレイカーがないんですね今。あー、会社に、お、え、いや、わかんないね。ビガーウッドアーチャー、ここね、アーチャー処理できるとでかいんですけどね。あっちもウォールブレイカー入ってんじゃ、あっちもウォールブレイカー入ってんじゃね、デッキですね。あ、そう、ダックプリとかの受けがね、あ、ここでも一発、うい、400、よいしょ、よいしょ、まあ、おお、なるほどね。次が、あ、これ右側が、待って、思ってるより痛い。で、
結構ね受けがなくてダメージ許容する場面がこう増えてくるんですよ、この霊気を使うと。だんだんね、はいはい、そうした時にできるだけね序盤に近畿道しとくと後がものすごい楽になりますね。なんでできるだけ序盤の近畿道をしたいですね。 OK、 これでああ違うとかで、こっちに振ってよいしょ、これ入るよ2発左、ああ入んない、あでもほぼ解ける、すごい、あ待ってごめんなさいごめんなさい、あごめんなさい、寝てる寝てる寝てる、金魚ゲームしたいんだけどね、いつか今のはね違う、今のは違う、天国さん的にどうだった、出てなるほどね、これでも、ね、トレーニングだけでもね多分、へえ、ういこれが勉強になった、いや無理速攻出されたら間に合っちゃうのか、あーね俺はもう知らなかったね、発見発見、あトレーニングがね毎回リアをね攻撃警戒の位置じゃないんだよ、ゴルフがつかないからね、まあ言ったらね使ったことなかったみたいなところあるけど、これからしっかり使っていかないと、あの時代にね乗り遅れちゃう、生きていけないとまではね言えないね、言ってないけどさ、そこはね言ってないんだけどさ、マジで相手のスペルが今のところ見られないんで、これダックプリ受けきつ、苦いますね、そうダックプリ受け鬼きついね、マジ泣きたいよね、範囲攻撃系がやっぱちょっと強い、でもこれ耐えるよね、うい、なんか相手攻撃強そうじゃない、ちょっといや俺のできるのが強い、ああなるほど証明してくれ、で問題は相手のポイズンがねちょっと厄介ゲーミングしちゃってるんですよね、さっきから。でもこれねあの僕がね結構今控えめのプレーをずっとしてるんで、そろそろイケイケどんどん行きたいと思います。さあいつ行こうかって感じですね、ダックプリがマジで厄介なんですよね、ここに、ね、左側にダックプリさっき出してた、あおお来たくね、ドンドン、あなんか入りそうや、入りないからね、これ体に良くないねどういうこと、え心臓か、心臓に悪いでみたいな言うじゃん、よく体に良くないんで、お今待って、まあまあまあ大丈夫、変なこと、変なこと言ったんか思ったら、もうこういうこともあっちゃうよねまあまあまあ、ゲマさん、まだいっぱいでしょ、相手できるのが強いんじゃないか、強そうだったな、違うんですよ、クララって、うん、やっぱ、はいはい、相性っていうものも存在するんですよね、お全てのデッキに勝てるデッキなんて存在しないんですよ、まあ、ね、はい、そういうこと、はいはいはい、ということですね、まあね、ちょっとこっからはねこっそりやっていこうかな、がまたね続編出そうかな、お攻撃的12勝、うん12勝ね、ワンチャンいけそうだけど、ダクベリとかがね、もしかしたらウォールブレイカーが増えたら増えるのかな、ゴーストとかかな、8勝1敗までいけか全然見えるっていう印象がね、うん、ね、はい、ってなわけでこちらねちょっとトロフィー見とこう、サバカかな、はい、怖いな、なんでそんなに暗くなるかな僕の動画で、いや明るめの BGM つけといてなるほどね、超明るめね、なるほどね、というわけでこちらね、はい、ぜひねあの触ってみようと思ったらね、あの高評価お願いします早い早い早い、はい、ぜひ使ってみてください、はい、というわけで多分ねウォールブレイカーとかあとは環境でネクロとかねいろいろ変わってるんで、その辺使いつつですかね、トリトンが弱くなったんでまたそこがどうなるかっていうのも環境の、ね、変わりを、そう変わり目かなと、まあ、対応していかないとね、はい、うん、はい、思います、はい、というわけで、概要欄にねじゃあ今からあの画面越しにじゃんけんしてじゃんけん勝った方だけチャンネル貼ろうと思うんで、ぜひねそちらのチャンネルお願いします最初はグーじゃんけんほいイエーイ、テンゴットの負け、はい、ってことでことのチャンネルで勝ってきますではお疲れ様。